はい、おはようございます。それでは今日は私の方で1点発表させていただきます。アニメとのコラボレーションによります情報発信型アンテナショップの認定についてであります。まあ、本件におきましてはローソンの皆さん方との包括業務提携、それに基づきまして全国初となりますコンビニ型のアンテナショップといたしまして、平成21年の3月にはローソン虎ノ門巴町店、ちょうどこの並びに徳島県のアンテナショップがあって、そして俗に言うマッカーサー道路というね、東京都の都市計画街路、この立ち退きにあったということで、そのまあ一番引きの場所ということでもあったわけであります。そして平成25年の3月、ローソン飯田橋3丁目店ね、ここは JR 地下鉄をはじめ交通のまさに結節点、そのすぐそば駅のですね。そしてさらに今年の8月、JAL の皆さん方が四国4空港で札幌、千歳との間、路線が全くなかった。これを季節、期間限定ではあるものの、徳島青森空港と、そして北海道札幌、千歳、ここを結ぶ路線を作っていただきましたので、これを機会に徳島、四国を売っていこうということで、札幌市内のローソンのいい場所ですね、ここにアンテナショップを開設を限定的にさせていただくなど、県産品の販路拡大はもとより、徳島の魅力、そもそも徳島という名前をですね、強力に発信をしてきているところであります。また民間の企業団体が運営をする、こうしたところを官民共同で情報発信を行う阿波徳島アンテナショップといたしまして、まず平成22年の10月には有楽町交通会館ですね、徳島香川ともに市場、ここは徳島銀行香川銀行の皆さんだからね、ともにホールディングスを作ったという、これを経営したというわけですね。また平成25年の12月には銀座1丁目エモンアルデ徳島、これは商工会、県の商工会連合会の皆さん方が、そして今年の6月には初めての郊外店、郊外型となります杉並区の徳島マルシェ東京店の3店舗を認定をさせていただいたものであります。まあ、この度こうした取り組みをさらに加速をさせていこう、幅を広げようということで、阿波徳島アンテナショップの4号店となります、全国で初となるアニメとのコラボレーションによります情報発信型のアンテナショップとして、アニメコラボカフェ、街遊びカフェを11月の29日付で認定をさせていただくこととなりました。じゃあこの店舗どんな感じなのかということでありますけどね、アニメ制作会社ユーフォテーブル有限会社の皆さん方が設置運営をしておるものでありまして、場所は福岡県の北九州市の JR 小倉駅前、新幹線で来てたんですね。アニメに特化をした大型商業施設あるあるシティ内にありまして、徳島市中心部で毎年春と秋に開催をされるアニメイベント街遊びの九州における拠点として、平成26年の5月の17日にオープンをした日本最大級のアニメコラボカフェであります。まあ、店内にはアニメグッズ、その展示販売コーナーのほか、カフェスペースやイベントを行うステージが設置をされておりますことから、当店舗の持つこの強力な情報発信力、まあ、なんといってもアニメを通じてということでありますので、徳島県の産品はじめとする本県の魅力を積極的にアニメとともに発信をしていきたいと考えております。もう少し具体的に申し上げてまいりますと、お遍路をはじめとするアニメと県産品とのコラボ商品をはじめ、パンフレット、ポスターによる観光物産の PR を行いまして、特に若い世代の皆さん方をターゲットとさせていただいた観光誘客と展開をしていこうと。またカフェスペースでの本県自慢の食材をメインといたしました目玉メニューの提供、さらにはアニメの人気キャラクターと徳島の食材を組み合わせましたイラストを作成し、ウェブサイトを通じて全国はもとより世界に発信をしたい、このように考えております。まあ、このうちカフェスペースにおける目玉メニューの第1弾といたしまして、
徳島県が誇ります地鶏出荷波数全国第1位の阿波踊り地鶏のですねを使ったアニメとのコラボ料理、こちらを12月の2日火曜日から提供をさせていただくことといたしております。なお阿波徳島アンテナショップの認定認証式ですね、認定証の交付式につきましては、町遊びカフェを含むエリアにおけるアニメやゲームなどの大規模ポップカルチャーイベントと合わせまして12月の6日土曜日となりますがに開催をしたいと考えております。まあ、今後とも徳島ならではの強みでありますアニメ、これを最大限に活用させていただきまして、本県の観光物産大いに PR をすることによりまして、多くの皆様方に徳島に興味を持っていただくとともに、観光誘客、さらには物産振興両面から本県の経済活性化取り組んでいきたいと考えております。私の方からは今日は1点です。よろしくお願いいたします。発表の件につきましてお願いします。よろしいですか。アンテナショップの件なんですけど、今後もこういう認定を続けて5、6とですね、機会があれば、認定を検討されているかということですと、あと、まあ、認定以外にですね、まあ、要は直営での出店の形とかを検討される余地がないのと、その2つを、はい、まず前段の今後という話ですけどね、まあ、今回この民間でお作りをいただいたもの第4弾となるところでありますけどね、当然いろんな形がこれからも考えられるというか、この4つが全く形態として違うわけですから、当然その応用ということはこれからどんどんあり得るわけでありますので、我々としてはどんどん新しい形態のもの、これを認定をしていきたい、あるいは従来のものでエリアが違うものですね、こうしたものを広げていきたいとまず思っています。それから第2番目、今度は直営の方を広げる余地があるのか、まあ、先ほど札幌こちらのローソンの皆さんとのね、お店、この非常に評判が良かったわけでありますし、まあ、こうしたものが例えば年が明けて春夏ダイヤで一体どうなるのか、こうしたものも見極めていく必要がありますし、まあ、これからはその飛行機エアラインの皆さん方との関わり、あるいは JR との関わりとか、まあ、多くの関わりがこれ出てきますので、まあ、ローソンの皆さんというのは全国で展開されてますからね、まあ、そうした意味ではこれからもそうした幅をどんどん広げていく。なんといっても我々地方公共団体が行うもの、従来のね、虎ノ門にあったお店なんかですと、なかなか日曜の開設が難しかったとか、土曜日夕方は夜までやるということになると残業手当を出すとか、年末年始はお休みとか、要はエアポケットが結構ありますし、コストも高くなるといった点があります。まあ、しかしコンビニエンスストアっていうのは365日24時間いつでもオープン、そしてすでにお客さんたちがたくさんついているわけでありますので、そこの中に徳島のスペースを、消しゴムあるいはおむすびを買いに行った人が徳島に触れる、まあ、徳島に行ってみようかとか、あるいは観光ポスターを見る、デジタルサイネージを見る、あるいは徳島の産品を取って食べてみて、あ、おいしいとか、まあ、こうしたねメリット、これはもう最大限に、まあ、こうした取り組み、徳島からローソンの皆さん方と一緒に組んで行いましたが、今でもね、ローソンの皆さんも他の都道府県と組んだりとかいう形も進んできていますので、まあ、我々としてもその先駆けとして、まあ、さらなる展開を図っていきたいと思っています。以上。他に発表の件でご質問ありますか。内容でしたら発表以外の件で質問あるしお願いします。今朝ほどの GDP の成長率速報が出まして、7月9月期年率でマイナス 1.6% というのが出まして、結果が出ましたけれども、これを受けてお願いします。はい、まあ、私もね8時50分からということですから、目を皿のようにしてね、パッとこうねニュースの中に出てくるんじゃないかということで見ていましたけどね、まあ、大変厳しい数字が出たなと正直なところ思います。まあ、やはり県内で聞いていてもなかなかまだ景気回復しないよ、逆に厳しいよ、こうした声が多く取れたわけでありますけどね、やはり4月の消費税 8% に上がった、これはやっぱりかなり厳しかったな、
で今回この速報値三角の 1.6 まあ出たわけでありますけどね、その中身の分析が徐々にこれ進んできているところでありますが、実質でいくとやっぱり内需、これが一番下げている原因と、三角 0.5 ということでね、この部分だけでもということでありますので、やっぱり消費税上げた、まあ、この影響がもろに出てきてしまっているんじゃないかな、まあ、こうした気が強くしておりますので、いろいろなマスコミの皆さん方のアンケートに対しても、まあ、徳島としてね、今回 8% に上がった時にプレミアム付き商品券、しかも 10% のプレミアムをつけてやった、これでもその後厳しいということを常にまあ申し上げてきて、そして総理としてまあどうするのか、この秘蓄を見て判断をするとおっしゃっておられましたのでね、もう慎重にも慎重な上に判断をしてもらいたいという形をあらゆる場でまあ言わせてきていただいたところでもありますのでね、まあ、まさにその結果が出たというのが正直なところであります、まあ、我々としては当然この消費税上げる上げない、こうした問題以前の問題として、今回の GDP の話が出て円が117円まで一時下げてきていると、もっともっとこれが円安になるんじゃないかということになりますと、内需型、こうした点は大変でありますし、ましてや第一次産業ですね、これは燃油の高騰ということに直接結びつきますから、これはまあ大変なことになるということがありまして、ますます消費者の皆さん方、国民の皆さん方の家計を直撃をするということになりますから、まあ、そうした点でも緊急のね、これは経済対策、これを打つべきではないかと、まあ、こうした点も知事会の中で高めていこうと意見ですね、まあ、このようにも思っておりますし、おそらく知事会というよりも市長会、町村会の方がもっと切実な問題になってくると思いますので、まあ、こうした点は地方6団体としてもね、しっかりと意見を申し上げていく必要が、しかも早期にあるんではないかと、このように思っております。まあ、大変厳しい数字が出たなというのが正直なところです。他にご質問ありますか？関連になると思うんですけども、まあ、そういったことを踏まえてですね、まあ、解散総選挙の方が行われようかとしているんですが、まあ、今回の選挙のまあ争点というのはどのように受け止めますでしょうか。はい、まあ、まずは総理が、ね、まだ解散とは言明をされておられませんので、まあ、明日にでも今後の方針を述べられるという話が報道で出されておりますけどね、それよりもまず一点、今の国会で我々危惧する点がありましてね、一つは今地方創生なんだと、国の本気度と地方の覚悟が試される、私も政府主催の全国知事会でね、知事会を出して直接安倍総理に申し上げた、この地方創生関連2法案がどうなるのかと、このままパチッと解散になってしまうと場合によっては廃案になってしまう、でしかも今与野党の中で一体いつ解散をするのかを前提にしてね、で今せめぎ合いをやってるわけなんですよね。でこの中で私も参考人として関西小池連合を代表してね、衆議院の厚生労働委員会、これは何かというと薬事法の改正、つまり今県民国民の皆さんが大変危惧をしている危険ドラッグ、この規制をね、大胆にやる、まあ、我々国の法律改正いたちごっこ待ってられないということで、徳島はじめ関西小池連合の中では条例でね、締め出しをしようと、まあ、本県では徳島県警の皆さん頑張っていただいて検挙、条例に基づいて検挙する、あるいは全国の初の、ね、運転免許、この停止を行う、取り消しを行うという形までやった、まあ、しかし国の法律が追いついてこない、これがようやくね、まあ、私も衆議院の委員会で強く実態をね、申し述べさせていただいて、国がやっぱり規制をしない、しかもこのものが海外からものが入ってくる、水際規制が重要なんだと、これは国でしかできない、まあ、こうした点を強く申し上げて、まあ、ようやく法案になってきたところでありますしね、これが逆に人質に取られていると、いやこれはね、この日本は私も共に関係をしてきた、特に地方創生の関連日本案、この衆議院の地方公聴会は徳島県で行われた理事ねということでもありますので、まあ、なんとかこの日本案まず通していただきたいなというのが正直なところですよね。危険ドラッグにしてみてもそのまでとかまた空白になってしまいますので、ね、その間に規制ができないと、全国的な、ね、
ということになりますので、我々の条例で規制する、これはできるわけなんですけどね、まあ、そうした思いがまず強いということですね。そして今度は今ご質問いただいたその解散もしありせばということなんですけどね、やっぱり解散をすると、まあ、総理のこれは専権事項、殿下の宝刀と言われているわけですから、まあ、総理がその心の内というかね、おっしゃれで、まあ、マスコミの皆さん方をはじめ国民の皆さんがなんとか解散と名前が後でついてくると、こういうふうには思うわけなんですけどね、まあ、しっかりとそうした大義名分のところ国民の皆さんに分かりやすくやはりお示しをしていただきたいなと、まあ、我々として今一番危惧しているのはとにかくこの鬼畜の GDP 速報値、まあ、あまりにもここも注目っていう話になりましたんでね、全世界が注目してしまう、結果として急激にまた円安に触れてくるということになりますので、まあ、とにかくこの経済地方になんとかというのが我々も切実な思いでありますので、まあ、解散するしないはまあ総理の専権事項でありますけど、一日も早く緊急の経済対策ね、これを打っていただきたいと、これを強く申し上げたいと思います。すいません、また関連になるんですけど、佐賀県の古川知事が総選挙に打って出るという判断をされたようなんですけど、知事ご自身はそのようなお考えは。あ、私ですか。いや、さすがにね、今までも申し上げてきたように、まあ、なんとかこの地方創生を仕上げないといけない、しかも全国知事会の対策本部の副本部長、対外折衝は徳島の知事がやってくれということになってますのでね、まあ、そういう形で法案成立を含めて、まあ、全力大車輪で行ってきた。それから今申し上げたようにこの円安の対策ですよね、これも何とかしていかないきゃいけないし、もし仮に来年のね10月に消費税が上がるということもしなるんであればね、法律ではそうなってるわけですから、まあ、その対策もやっぱり考えなきゃいけない。そしてもう一つ急遽出てきたのがね、まあ、自然エネルギー協議会36道府県200以上の企業が参画をしている、その会長でもありますのでね、やはり自然エネルギー2020年東京オリンピックパラリンピックをね、クリーンな日本東京でお待ちしてますと総理が言われたこと、国際公約と言われ、これを最大限に応援をする団体でもあるわけですから、それが今九州電力に始まりましたね、接続保留と、ね、しかもそれがブワッと広がってきてしまった。これに対しても緊急に環境省あるいは経済産業省の方にもね、もう2度行ってきているわけですけどね、まあ、こうした点も地域の経済に大きな実は暗雲をね垂れ込ましている。やはりこれっていうのは別にメガソーラーだけの問題ではなくて、他のこれに続くね風力、しかも内陸の風力、洋上風力、あるいはバイオマスね、小水力と、まあ、これからいろいろ自然エネルギーを支える機種がみんなこう目印になっている。しかも電力フィットの、ね、固定価格買取制度促進期間も今年度までなんですよ。だからここでガタッと方針が変わるということになると、もうこの世界は危ないということになってしまうと、今まで旗を振り続けてきた、あるいは福島第一原発、この最終的な処理がどうなっていくのかね、まあ、こうした点でもやはりどん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 再生可能エネルギーの比率を高めていこうって、こうした流れにもやっぱり水を差していくんじゃないか思います。まあ、そうした点、これもしっかりと物を申し上げていかなきゃいけない、自分のこと考えるよりもその与えられた責務、これだけでもね、もう走り回ってますからね、まあ、そうした意味でもう全く考える余地がないというのが正直なところ。最近では町内から言われて、いや徳島県のこともやってないよってね言われるぐらいなもんですからね。いやでもまあこうした活動を通じてね、これはまあ全て徳島の施策、徳島発の提案からのものが多々ありますので、こうした活動を通じてね、徳島県内にしっかりと隅々までね、そうしたいい影響が広がっていければ頑張っていきたいと思ってます。青い木取り木他にご質問ありますか。内容でしたら終了します。よろしいでしょうか。はい、それではよろしくお願いします。